よーし、買ってきたぞ、お酒ね。どうやって、どうやって開けんだ、これ。はい、どうもこんばんは、カズチャンネルのカズでございます。やっぱ、お外出てる時とかさ、まあ、普段生活してて、ふとした瞬間に、あれが必要ってことあるよね。まあ、そんなことのためにね、じゃじゃんと、まあ、こういった、マルチツール。これはね、ナイフ付きのマルチツールナイフというものです。こんだけコンパクトなのにさ、こうやって開いてあげると、なんと、ペンチ機能があったり、こっちの方にはね、まあ、ナイフ機能があったりと、で他にも、まあ、六角レンチとかいろんな機能詰まってるんですよ。これほんとロマンっていうか、マルチツールの中で一番気に入ってるやつ。そしたらね、このレザーマンのやつから、すっげーロマン溢れるやつ、見つけちゃったんですよね。いや、前々から気に入ってて、ちょっと探してみたらね、アメトークとかでも紹介されたことがあるみたい。はい、というわけで、ほいっとやってまいりました。じゃじゃーんと、はい、これ、トレッド。というものでございますね。いや、これすごいよ。もう、これで分かってっかな。早速、ちょっと取り出してみようか。よっこいせと。ああ、やっぱ、切れ味いいね、これ。いや、今回ね、また尖ったもんあんなと思ってさ、この裏側見ると、まあ、いろいろ書いてありますね。まあ、goes anywhere。これ飛行機マークついて飛行機の中も行けるのかな、これ。いや、昔、前動画で言ったけどさ、飛行機乗るときに、間違えて、カバンにさ、これ、マルチツールナイフ入ってたこと忘れてたと思ってさ、検知するところでビビビビーになって、めっちゃいろいろ質問受けた、その時。君、仕事は何やってるんだ？なんでこのナイフを持ってるんだ？みたいな。ほんで仕事は？みたいな。あ、動画配信してます。みたいな。カズと言います。はい。みたいな感じで言ったら、いや、ごめん、ちょっと知らないんだけど、みたいな。まあ、その時はなんとかなったんだけど、これだったらなんとかなるってことなのかな？まあ、刃物系が確かないような気したんだけども、ちょっと行ってみようか。パカーン。かっこいい。何これ、この輝きよ。何これ。いや、ちょっとこれ何よ。すげえ。なんかヒップホップやってる人が腕とかにつけてそう。まあ、その名の通りね、これ、ブレスレットタイプのマルチツールなんですよ。あ、取れた。で、こうすると、やばい、すごい。ただね、もう大きいわ。いや、これ手首合う人いないでしょ。うーわ、すごいなぁ。いや、こんな感じで、これとかわかるよね。六角キー。で、これがなんかマイナスドライバーの細いやつみたいな。この一個一個にね、いろんなツールが隠しられてるの、ほら。これプラスドライバーでしょ。こっちは大きめのプラスドライバー。ほんで、使うときはこんな感じだな。超ロマンあるじゃん、これ。ちょっと無理やり使ってみるか。冒頭にあったシーンのように。さてと、もう最近暑いぐらいだね。いやー、やだやだ。あ、今左だからあれだけど、アボロンテっていうパン屋大好きなんですよ。いや、俺この品ごぞろ、なんだ、品ぞろえがね、すげえすげえ。あ、で、酒屋さんあった。ちょっと酒屋さんの方入りまして。左よし、巻き込みよし。横らせと。チョコラ買ってくるわ。うーい。酒。子供ビール買ってきた。いやー、ビール飲みたくてね。子供ビールって何なんだろう、これ。まあ、そんな時にさ、よく見ろよ、これ。開けてねえじゃねえかよ。焦ること流れ。この中のツールで、何かがそれを、何とかさせてくれるはずだ。あった。多分これよ。ではでは、これ引っ掛けて、あ、テコの原理みたいになんか。開いた。いや、子供ビール初めて。いただきます。うまっ。ソーダだ。ただのソーダだ、これ。本当にこれ持っててよかった。こんな茶番どうでもいいか。家帰ってこれじっくり見てみましょう。ただいま。シャツ変わってるって。先日視聴者さんありがとうございます。ありがとうございます。いや、なんかイベントとかやった時とかね、なんかたまにもらうことあるんですよ。本当ありがとうね。ほんで、まあ、早速、なんか無理やりでもこれ使ってみたいんだけど、まあ、一番使い勝手があるってのは、やっぱね、プラスドライバーだと思う。今回はね、普通の木曜ネジ。どのビットがぴったり合うのかな。プラスといってもね、いろんなプラスがあって、あ、これ結構太いやつだな、これは。ここら辺かな。あ、これ怪しいな。プラスだけでも3つ4つあんな。あ、
これぴったりだわ、ぴったりサイズ。で使い方はね、もうこれが要はドライバーでいう絵の部分っていうのかな、こんな感じで使っていくみたい。ほんでちょっと角度がついてるみたいな感じなんだな。まあ、構造上仕方ないかもしれないけど、結構ねこれはこれで使いやすいとのことです。なちょっとやっていくよ。ここにクイッ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 クイブシャッと入りまして、あとはうんにょーん、外れた外れた、うんにょーん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 。あ、一回一回抜いてやれば大丈夫だな。うんにょーん、うんにょーん、うんにょーん。あ、いい感じいい感じいい感じに回せてるよ。入ってく入ってく。いやもちろんね、ドライバーの方がやりやすいよ。これは私が持ってるいいドライバーの方。はてはて、電話が入った。何の話？あ、もちろんね、そうマルチツールナイフって、まあ、何でもあるんだけど、まあ、一つのデメリットとして何でもあるから、それに特化してるわけじゃない。ほんで、一回一回ね、これ外さないといけなかったけど、この、めちゃめちゃいいよ。これ、1万円近いか、確か。めっちゃ使いやすいよ。これだと、刺したままでぐるぐる回せるけど、こっちの方だと、一回刺して回して、まあ、このまんま、なんかやることもできる。一回難しいんだよね。こう回しては外して、こう回してはまず回してと。一応道具としては使えるといったものではございますね。まあでもマルチツールナイフってやっぱロマンはロマンなんでございますよ。な、これ外そう。楽したいからこっち外すわ。やっぱ専用のやつって、やっぱそれなりにすごい使いやすい。やっぱいいね。ちなみに全く話変わるけどさ、これの紹介見たことない人もいっぱいいると思うけど、これすごいのはね、まあ、ここもまあ短くしたりできるんですよ、コンパクトに。ほんでこの底のボタンを押すと広がる。こちらね、概要欄にリンクあるんで。いや、これ動画ね、このレビュー動画あるんで、興味あったら見てみてください。ではちょっと続きいきましょう。うなね、これ無理やりなんか他のやつも使いたいなってのはあるんですけど、六角なかなかないんだよなと思ったら、あったんすよ。ちょっと待ってて。はい、ロードバイク。これは弟のやつだな、これは。いや、うちの方にね、ここにロードバイク置いてあるから、めっちゃ邪魔って言ったらダメだな。まあちょい邪魔なんですよ。結構場所食うからな。タイヤ交換の時はさすがにいらないと思うんだけど、いやこれも使わない普段な。いやー、ここら辺、いやな、交換とかなんかあるじゃないですか、なんか微調整とかで。その時にさ、あるんよ、結構これ太いやつでも、これかな、多分これでいけると思う。いくよ。ほらハマった。これで緩めることも締めることもできる。手だけ。うん、片付けてきます、片付けてきます。なんとかしてまだ使いたい。あれだ、今回のやつ、こちらであるような、まあ、分かりやすい刃物はないんですよ。ただね、プチカッターみたいなのがついておりまして、多分この部分だ。これこれ一応少し切れるようになってまして、あー、袋とか開けれないな。あ、だったらこれを使って開ければいいじゃないかということで、いくよ。スル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 と、ほら切れるんですよ、これで。スル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 、ほらこの通り。袋の開封にちょっと使える。最後の機能紹介としては、どれにしよっかな。やっぱこれだな。いや、この尖ってるやつ、これ何か分かります？これスマホに関連するんですよ。いや、これで何をするのかというと、SIM の入れ替えしたことある人いますか？ここになんか変なピンを刺さないといけない。で、そのピンがまあないんだよね。うん。ただ、この尖ってるところで刺してあげれば、ほら、この通り。こっから SIM を取り出せるという、すごい機能がある。いや、これ、ある意味一番使う、いや、ある意味じゃない、一番使うことはないけどさ、これはいいよね。よくぞ、これを仲間に入れた。ほんで、今ね、まあ、私の手首結構太いのにさ、たるんたるんじゃん。これどうやって調整するのかというと、マイナスドライバーが必要になるんですけど、この中でも、まあ、使わないだろうって思うようなやつ。これ、
星形のこれとか使わないよな。いやこの四角いのも使わねえよな。だときにこれを緩めていく。なここも同じように緩めていく。ほらこんな感じで外れちゃうんです。あとはねここも取っちゃって、よいしょ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 。そしてここだな。ここをしっかりとつなげていく。クイックイクイックイと、よしこれで一個縮まった。ほんで手にしてあげれば、いやまだお前緩いわまだ緩いわ。ちょっと待ってもう一個外すわ。ちょっと次どれ外す。よし決めた。このトルクスネジのなんかぶっといみたいなやつ、これにしよう。これに決めた。ほんでこれネジ自体はねちょっと緩めてあげれば、まああと手でねクイクイと簡単に外せるから、ちょっと面倒は面倒なんだけど意外と早くね調整はできるかと思います。いいでしょう、これいいでしょう。よっしゃ、オッケー、牧場こっちゃ、あ、いい、あ、もう許容範囲でしょ、これ。あ、いい感じになった。あとこれよく見ると、ほら見て、この六角、これもそうだね、この六角もこれ外せるようになってんだ、ほら。つまり、この六角が使えなくなったんだよ。こっちのは使えなくなってるけどさ。いやこれはこれでなくさないように置いておこう。まあ、ちょっとね腕の太さの調整でこうやって使えなくなる部分が出てきちゃうっていうのはね、まあ、ちょっと仕方ない部分なのかなこれ。よいしょ。まあ、でも本気で使わないパーツはね本当に使わないパーツなので、まあ、これはこれでいいのかもしれないけどね。はい、どうもね、こんな感じだったんですけどもいかがだったでしょうか。まあこれなんて言うんでしょうね、やっぱり、まあ、男独特の、まあ、ロマンだと思うんですよ。普通にマルチツールナイフとか言うんであれば、個人的にはこっち、あ、こっちの方好きなんですよね。個人的にこっちの方がレザーマンのスケールツールか、こっちの方がおすすめだとは思うんですけども、この腕に吸うだけでさ、まあ、どういう時に使うのかというと、バーベキューの時とかで瓶ビール誰かがなかなか買ってこないけど瓶ビール誰かが買ってきて、わあ栓抜きねって時にさ、おちょっと待てよみたいな、おちょっと待てよ、おらこれいくぞ、じゃあ開けるからな、はいよっこいしょみたいな感じでちょっと目立てるまあ他にもね、現場の人とかでも結構使うこと多いんだってさ。ちょっとした工具が、あ、忘れたって時に、お、よく見たらこれあるじゃん、ドライバーとかなんとかみたいな時に、これを使うことがたまにあるみたいでございます。まあ、他にも、男性用のプレゼントとしても結構人気があるみたいなので、もしよかったら皆さんもチェックしてみてください。一応ね、概要欄の方にページの方、貼り付けておきます。以上、ロマンあふれるレザーマンのブレスレット型マルチツールでございました。